さあ、予選結果発表いたしますが、よろしいでしょうか。さあ、よろしいでしょうか。演技した 4A、3A、1A、2A、5A の順で、予選結果発表いたします。まず、4A 部門、よろしいでしょうか。第1位、最終得点、90.3 ポイント、木戸啓太選手。第2位、最終得点、88.7 ポイント、香川陽平選手。先に失礼しました。4A部門は3名の決勝進出、今2名まで申し上げました。失礼いたしました。そして第3位、最終得点、87.4 ポイント、内田祐樹選手、おめでとうございます。以上3名決勝進出になります。続きまして 3A 部門予選、通過人数は3名です。第1位、最終得点91ポイント、栗田智也選手。第2位、最終得点 56.8 ポイント、森岡高雄選手。そして第3位、 34.3 ポイント、小松徹選手。以上3名おめでとうございました。さあ続きまして、1A 通過人数は6名です。第1位、最終得点93.5 ポイント、小木亮太選手。第2位、最終得点 88.6 ポイント、田中大輝選手。第3位、 75.6 ポイント、岡村大樹選手。第4位、 71.1 ポイント、高沢康介選手。第5位、 68.1 ポイント、宍戸優斗選手。そして最後、1A 決勝進出の最後、第6位、 63.7 ポイント、松田俊選手、おめでとうございます。さあ、ここから10位まで、JL の出場権がございます。7位から10位までを発表させていただきます。7位、63ポイント、高沢俊介選手。第8位、 59.3 ポイント、富山大輔選手。第9位、 49.6 ポイント、森和樹選手。そして JNS 出場権最後、第10位、 49 ポイント、渡辺裕介選手。以上ですね、おめでとうございます。そして2部門、決勝進出は4名です。第1位、92ポイント、藤井ひらく選手。第2位、 72.9 ポイント、藤原大和選手。第3位、68ポイント、谷口潤選手。第4位、 47.3 ポイント、大熊直樹選手。以上4名決勝進出です。そして 5A、第1位、 90.5 ポイント、竹内直和選手、決勝進出です。おめでとうございました。さあ、この後ね、規定トリック部門を行いますので、規定部門トリックの方は受付の方、こちらステージの方へお越しください。よろしくお願いいたします。決勝進出は CD の提出だけお願いいたします。よろしくお願いします。